皆さんこんにちは。今日は、ゾラニール・ハーストンの代表作、彼らの目は神を見ていたのお話をしたいと思います。ゾラニール・ハーストンは、1920年代から30年代にかけて活躍した黒人女性作家で、民族学者でもありました。長い間忘れ去られた作家だったんですが、1970年代後半に登場した アリス・ウォーカーやトニー・モリソンといった黒人女性作家が自らのルーツとして取り上げたことで再び活脚を浴びるようになりました物語の主人公はジェイニー・クローフォードという黒人の女の子ですジェイニーはおばあちゃんと一緒に白人の大きな屋敷の一部に小屋を建ててそこを曲がりするような形で暮らしていますおばあちゃんは 白人ののううちの家事や洗濯ををけ負うことで、まあ、生活を成り立たせています。ジェニーはその白人のうちの子供たちと幼い頃から一緒に遊んだりしているので自分が黒人だという、まあ、意識はあまりありません一緒に撮った写真が現像して出来上がってきたのを見て「あれこの黒人の子は誰?」などと言って周りの人を笑わせています そんなジェイニーも年頃になって愛とか恋とか言ったことが気になるようになってきます蜂が鼻の中に入っていくのを見て「これが愛なのかしら?」などと心を動かされるそこに村の青年ジョニー・テイラーが声をかけます二人はキスをするその様子を物陰から見ている人がいます そう、おばあちゃんですジェイニーのお母さんつまりおばあちゃんの娘は白人の男にレイプされてそして今はどこに行ったかわからないジェイニーが同じような運命をたどることをおばあちゃんはひどく恐れています帰ってきたジェイニーにおばあちゃんは言います ジョニー・テーラーみたいな半端者とくっつくんじゃないよ。あんたの結婚相手は私がもう決めてるんだからね。ジェイニーは驚きます。私の結婚相手決めてるって、そんな勝手に一体誰なのそれは。村外れに大きな畑を持っているローガン・キリクスって男がいるだろう。 あの男男はいい男だよあれがお前の結婚相手さ老眼切りすってそんなおじいちゃんじゃない年が離れすぎてるわ年が離れていようがどうだろうがあの男はいい男だしっかり働くしねそう一緒にいるうちに愛なんてものは生まれてくるよこうして まだ10代半ばぐらいのジェイニーは、おそらく40代後半ぐらいのローガンキリクスのもとへ嫁いでいきます。ローガンキリクスはおそらく悪い男ではなかったはずです。働き者で大きな畑も持っていたし、ただ、その畑を維持するためには懸命に働かなければならない。だから、 ジェイニーにもそれを要求する。ジェイニーは駒使いのように働かされる日々が続きます。おら、何やってんだ。まったく、のろのろしてんじゃないよ。次の仕事があるだろう。はい。<ん>ジェイニーはローガン、老眼霧スとの間に、彼女が愛と考えるようなものが生まれてこないことに、戸惑いを覚えていました。 そこである日おばあちゃんのところに行って聞きますおばあちゃんなんだいあのねどうしてもオーガンキリクスには愛のようなものが感じられないのあの人が横で寝てる時にふと見るとこの 首のあたりの脂肪のボコボコっとしたのとことか見ると、ゾーッとしちゃうのよ。ひどいこと言いますね。ひどいこと言うけど、まあ本音かもしれない。おばあちゃんは笑います。ははは。あんたもバカだね。愛と脂肪のボコボコっとしたやつなんていうのは関係ないんだよ。もう少し我慢しててごらん。そのうち、愛せ、愛せるようになってくるから。 本当にそうなのかしらそう思って老眼切り口のところに帰るいつものように畑仕事をしているとそこに別の男が現れますおしゃれでスタイルもよく自信満々の男あとで分かったことですがジョー・スタークスという名前です 彼は畑仕事をしているジェイニーに声をかけてきますようお姉ちゃん何してんだい何してるって仕事に決まってるじゃないいやそんな泥だらけになってそんな汚い服は君みたいな可愛い子には似合わないと思ってさ何言ってんだか 心にもないこととジェイニーは半分腹が立ちながらもちょっとドキドキでしょジョー・スタークスは続けてジェイニーにこう言いますこの先にさイートンビルっていう村があるんだよね黒人しか住んでないらしいんだけどそこで俺一旗あげようと思うんだけどさ だからだから、だから一緒に来ないか明日の朝あそこの大きな木のところで待ってるから気が向いたら来てくれよそう言うとジョー・スタークスはさっそと帰っていきますジェイニーはその晩ローガン・キリクスにこう語りかけます「ねえ なんだ、私のこと愛してるなんだそんなことか明日も早いんだもうそういうくだらないことは言わないでさっさと寝ろこの言葉を聞いてジェニーはイートンビルに行こうと決心しますさてイートンビルに着いたジョーは大活躍を見せます 思ったよりも何もなかった村にまあ何でも屋というか何でも売っているお店を建ててそこの店長になる郵便局を作って郵便局の局長になる郵便局の局長というのは当時は政治家への第一歩ですからそしてそこの村長になって街頭を立てた うことをを祝う、まあ、集会で演説をするすると村人たちは皆「村長夫人からも一言村長夫人からも一言」とジェイニーにも何か喋るように要求しますジェイニーはちょっと慌てて「あら私も何か喋らなきゃいけないかしらどうしようどうしよう」なると思っているとジョーが村人たちに言います。 いや、皆さん、静かに、静かに、静かに。村長夫人は喋りません。村長夫人はそんなためにあるのではありません。喋るのは男の役割です。どうか、どうかお引き取りください。まあ、ジョー・スタックスにとって、ジェイニーは、まあ、成功のシンボル、トロフィーのようなもので、 他の人に絶対触れさせてはいけないものだったんですね。それからもジェイニーは町の真ん中にある何でも屋の店番をしながらしかし村の人たちとは距離を置いた日々が続きます。ジョーが村人たちと接触することを嫌がったからです。そしてその孤独な日々は40代になるまで続きました。 40代になったある日、ジョーがいつものように、まあ、ジェイニーに憎まれ口を叩きます。おいジェイニー、お前、あんと仕事遅いな。その上、もう年取って、あそこも干上がっちまって、いいとこねえな。なんていう、ひどい男です。いつもだったら、それを、まあ、ただ聞いているジェイニーなんですが、その日は虫どころが悪かったのかな。ジョーに対して言い返します。 何言ってんのよジョーあんただってパンツを下ろしたらもう昔の見る影もないじゃないのええー、この店の中が凍りつくようになりますそしてみんな大笑いするんですがジョーだけは深く傷ついて引っ込んでしまいますそしてこういうマッチョの男が一度傷つくとひどく、まあ、弱くなってしまうもので 彼は病気になってしばらく伏せた後、とうとう死んでしまいますそしてジェイニーはジョーにかぶるように言われていたスカーフを取って「さあ私は自由になった」と歩み出すかと思いきやそうそううまくはいかないなぜなら彼女は村人にとってまだ村長夫人のままだったからです 孤独な日々が続きまジョーを失った分余計に孤独になったと言ってもいいかもしれないそんなある日ジェイニーが店番を務めているその何でも屋に一人の若い黒人の男性がやってきますあこんにちはあれ君一人かい この町は誰もいないのかね君以外はいや地元の野球チームがね試合をやってるんでそっちにみんな行ってるの君は行かないのうん私はいいわそうかああ硬貨あるあるわよその男は若者らしくぐいっとう貨を飲み干すとまあ ジェイニーにあれやこれやと聞き始めました。なぜ彼女が一人ですそこにいるのか。いつからここにいるのか。そして一通り聞いた後に君チェッカーできるチェッカーというのは日本でいうとオセロみたいなゲームですね。チェッカーできるうーん。チェッカーみんなやるんだけど私はわからないわ。そう。ジェイニーは孤独な日々を送っていたので、 チェッカーをやることもわかからなかったんですねいいよ僕が教えてやるよ。いいのああ教えてやるよ一から教えてやる。こうして2人はチェッカーをやり始めるそうするとこれはまあいわゆる黄金のパターンですね。えー、はいこれで大手。あえまあちょっと待ってちょっと待ってなんて言ってねいや待てねえななんて言って。 二人の手と手とが触れ合うなんていうことで二人はどんどん距離を縮めていくそしてやがて二人で釣りに行くなどしてすっかり仲良くなっていくんですがこれは村人にとってはとても許せることではない村長が亡くなってまだ日も浅いというのにあの村長夫人は若い男を怖い込んで何やってんだそこでまあ ジェイニーとその男。えー、ティーケークという風になる。お茶菓子という風うに名乗名乗っています。これは。まあ。ブルースとか。ヒップホップなんかで。よく。ええー、め、面白い名前は名乗りますね。マディウォーターズとか。えー、アイシティーとかね。そういうような。名前の付け方ですが。ティーケーク。と。ジェイニーは。そのイートンビルを離れて。フロリダの大湿地帯で。 フ、まあ、ロリダの大湿地帯で、えー、開拓が行われているそこに参加しようということでそちあの2人で出かけていきますでしばらく、まあ、2人は楽しく暮らしているんですがところがこの曲がりなりにも幸せな日々はある日突然終わりを迎えます1927年これはまあ アメリカでで最大のまあ洪水があった都市です。まあ、ミシシッピ川の洪水があって、まあ、それにえまあ巻き込まれて二人はえ逃げ惑いますそして逃げ惑っているうちにティーケイクはジェイニーを救おうとして狂犬に噛まれてしまいますそして二人は生き延びるんですが キーケイクの様子がおかしい水をひどく怖がる狂犬病とか狭水病とか言われる病気の、まあ、兆候ですねそして狂気、まあ、妄想にとらえられるジェイニーが自分を捨てていってしまうという妄想にとらわれますそしてジェイニーが調べてみるとベッドの枕の下に、まあ、銃が置いてあるそして、まあ、ある日 ジェイニーに向かって「どうして俺はこんなに良いいくしてやったのになんで言ってしまうんだいくら私は行かないよと言っても、まあ、狂ったティーケークの頭には届きませんそして揉み合っているうちにジェイニーはティーケークを撃ち殺してしまうそしてティーケークがいれなくなった大地帯を後にして ジェニーはイートンビルに戻ってきますそしてこれまでの話を一通り聞いた唯一の友達のフィービーいやーあんたの話を聞いてるとちょっと背が高くなったような気がするよと言っていますそしてジェイニーはスカーフを取ってベッドに潜り込みます その後のことは小説にも書いてない。というような話本当にね、えー、話を聞くと背が高くなったようなえー、っとそんな感じのお話でした。